まあ誰も集まらないで票も当然取れないだろうって、で自分もやりたくないから自分も投票しなかったんですよ。そしてそしたらですね、16人のうち7番目ぐらいで当選した。やっぱり市民も怒ってるんだなという気はしましたけど、で当選してみて困ったですよね、どうするんだというのが。でもおまけにその気持ちの方もこれでチラシを納得できる気持ちじゃなくてですね、で議会にやっぱり議員になってみて中身はやっぱり同じようなもんですよ。どうにもならない。もう市長と議員と職員が結託してですね、年に何回もないんですよ、議会なんていうのは。ほんで実際出るのは30回買ったかな、半日中のもいっぱいあるし、それで、アクネスだと400万余りの報酬ですよ。ここだと800万ぐらいあるじゃないですか、ね、800万です。800万、はあ、時給ぐらいなのかな時給10万ぐらいなのかな、もうちょっと大きいかもしれないものすごくふざけた商売です。これはですね、一回やったらやめられませんよ。だって他に仕事も十分できるわけでしょ。ほんで役所に行ったら、あ、議員さんですね、でも なんかね、偉くなったような気持ちがする、ね、いや、私はそうは思わんですよ、なんでバカにされてるの。私自身が議員たちをバカにしましたから、バカにされる側に勝手に気持ちがするからしてるわけですね、やっぱり。で職員たちも並木っていうのは知ってますからね、まあしょうがない、本当にっていう。その中で、いろんな、なんだろうな、一応議員だから議案も提案しなきゃいけないと。日当廃止条例案とかですね、日当っていうのはつくんですよ。仕事しないで給料、月給、その年収800万をもらって、400万以上もらってて、出るたんびに、出張の時に、交通費のほかに、何千円かもらっちゃうと。宿泊だと1万以上もらってしまう。おかしいんじゃないのって、これ廃止しようよって出したんですね。賛成するわけないですよ、これね。せっかくおいしいなし。まあこれはですね、反対させておいて、こんなことにも反対するような議会だよというのをまだチラシかけるから、そのネタにしたんです。それから、議員には政務調査っていうのがあるんですね。所管事務調査か、毎年旅行行くわけですよ。旅行って言ったら怒るんだけど、旅行ですよ、あれ。別にみんな、一緒に行きましょうって。まあ2つぐらい、2つや3つに分けるのかもね、場所には分かるんですけども、行ってた、ね、行った先っていうのは、例えば、温泉地県やどっかの役所の研修、まあ、視察というんですね、先進地に行ってくるって、自分のところを先進地にしようとしないんですね。いつどこまで行ってもその見て、いや、ためになったって帰ってくるわけですよ。もう話なんです。それに私がバカバカしいか行かないって言ったら、阿久根氏はその時ですね、最先端を行ってる栗山町、北海道栗山町、そこに行ってきました。で帰ってきてやったことが、竹原新一議員に対する問責決議だ。すごいでしょ。それ以外何もやってません。話なんだけどな、今もう、まあ、そんな調子ですよ。それから政務調査費で言って、年間、まあ、月1万ぐらいだ、年間12万、うん、それを、その活動費としてもらえるようになってるんですけど、それのまあ領収書を調べたらどうもおかしいのです。まあ大体ですね、してないわけだから何も金いらないんですよ。だから毎年旅行に行ったりね、ホットプレート買ったり、それなんかよくわかんないけど、その何かの開発をするんだとか、中には領収書を偽造しちゃったりしてるのがおったりして、だからその時はテレビ番組もあったのか、まあ大体そんなもんですよ。鹿児島県議会議員は月30万、年間360万、ね、ほんで県議会も市議会もあんま変わんないですよ、やっとこうだ。
それで、1600万以上もらってるのかな、まあ、ゲームなんていうのは私いらないと思いますよ、本当に実際は何も権力ないんですよ、まあ、何も反対する権力ぐらいはあるんですけど、まあ、そういうことでしてるうちに、まあ、議員しててもしょうがないと、2年半、それも2年半です、2年半してたら私市長選挙あると、よし、議員を辞める理由がつく、うん、落ちれば当選してしまったら、まあ、なんかでき変えられるかもしれないということで市長選挙に出ました。まあ、出陣式の時は何十人も集まらないわけですね、大体この半分、20人集まったかな、向こうは400人ぐらい、4人出たんだ、4人出ても、そらたくさん、あちらを、ね、で、最初の選挙で、まあ、私が当選してしまった、で、まあ、もともと議会なんかいらねえとかね、振らないという、いろいろやってきた私ですから、彼らは信任するわけないんですね。で、何やその議会でも彼らが、賛成するような、もう竹原新一が政策で出したものは全部反対すると、こいつには何もさせんぞと決めたわけですよ、向こうは。こっちも分かってるんですよ。で、職員、議員にとってはですね、職員の方が上なんですね、議員自身よりも職員の上です、実務するのは職員です。ああ、もう分からないんで、自分の子にお願いして、なんか自分の子の地元に何かしてくれるのも職員です。で、職員が通常業務みたいにして出してきたものは全部賛成。竹原からしたのは全部反対。これじゃまたやっていけないなと。議会になればただの嫌がらせだけですからね。これはちょっと、やっぱり解散させないか。市長っていうのは解散権はないんですよ。いきなりは。まず、議会から不信任をしてもらわなきゃいけない。不信任したら それを、理由に不信任だから、その時議会を解散させるか、市長が辞めてもう一回選挙出るか、2通りある。もう当然私は、彼らを辞めさせないよ、ね、不信任を出させ、でも彼らは選挙はあんまりしたくない、そう、また再選できるかどうか分からない、挑発するんですよ、私インターいろんな形で挑発もしましたけど、まああんまり、一番なんかトピック的にニュースになったのは、辞めさせたい議員アンケート、インターネットですね。あれがあんなにの騒ぎになるとは思わなかったですね。韓国かどっかではそういうのがあったらしいな、ちょっと頭が出て、あーと、暇らしいなと思って、そのコンピューターの前で、探してこう、当てた、やってようかなって、なんとなくやっちゃったんです。そしたらなんか、すごく好評じゃなくて、不評だ。私としては、すごく良かったな、結局そういうのが盛り上がって、不信任をしてくれた。で、私に賛成してくれてる人も、その人にも頼むよって、本当に不信任をちゃんとやってくれなきゃいかんね、全員一丸だったから、はい、で、めでたく不信任で彼を解散させて、で、入れ替えして選挙が始まるわけですけども、まともな人っていうのはね、選挙出たいと思わないんですね、あんまり。あれ、私いい人ですからって、あんなこともします、こんなこともしますって、恥ずかしくて言わないでしょ。ね、選挙の一員、本当に、で、それだから、おまけに、で、まともな人は仕事を持ってますから、それなりに。別に議員なんか、そのヤクザの商売しなくても、やっていけんだからって、頼んでも出てくれないですよ、なかなか。社会復帰できなくなるよって思うわけですよね。だからまあでもこの議会見てくれよと、これが悪名の将来作ってきてどうにもならんだろうって言って、もう散々拝み倒したり、それからいろんなことをまあもう怒りに任せてという人を やっと4、5人4人か発見、4人発見して見つけて、出てもらって、その時、頭から4人5人が、5人が竹原派という感じの人が頭だけ、あとの人はもう反対派だとしたらずらっと、選挙の最中でもですね